ちょっと私の車に運車の誰よ。こうなったら行っちゃいますか。さあ一緒に行こう。皆さんこんにちは。今回は東京都は府中市にあります東京競馬場にやってきました。入り口入ると地図やグルメマップなんていうものも置いてあるからチェックだよ。皆さんは競馬場って聞くとどんな場所をイメージしますか？今ではね、デートコースだったり、それから家族で一緒にお出かけするお出かけスポットとしても人気なんです。私が行った時はちょうどバラが咲いている季節でしたので、ローズフェスタが開催中でした。これはお馬さんの足跡、蹄鉄の跡じゃない？その先にあったのは可愛いお馬さんたちと触れ合えるふれあいコーナー。見たり撫でたり乗ってみたり。ここにも蹄鉄を発見。蹄鉄っていうのは馬の蹄につける金具なんですけども、ヨーロッパではお守りとか魔除けの意味のモチーフとして使用されているんだそうです。この向きの蹄鉄は幸運が舞い降りるという意味があって、逆のものは不運が落ちるという意味があるんだそうです。老若男女の憩いの場。掛け事だけでなく、馬たちと触れ合うことで心が安らいだり、綺麗なグリーンの芝生を眺めながらのお散歩、そして美味しい食べ物を見つけるのも楽しいものでした。どなた様も心穏やかな時が過ごせますように。このチャンネルを気に入っていただけた方は、プリンとお散歩のチャンネル登録をお願いします。まず、チャンネル登録というところをタップ。登録済みとなれば大成功。次に、横のベルをタップ。すべてをタップ。新しい動画が出ると、すぐにチェックすることができます。気に入っていただけた動画には、いいねのグッドマークをタップ。高評価をお願いします。